ベニス3日目4日目かなです。本日はムラーノっていう島に今から行きます。で気温が13度ぐらいでちょい寒めです。今日は電車でまずベネチアの方に向かいます。昨日の反省を生かしてバスで行くと渋滞するので、電車で向かいます。これですね。電車に乗りました。この2階席なんですけど、この作りが鉄道と同じ電車の作りな気がします。ちょっとでも車体全体がでかい気がしますね。ベネチアはね、宿が高いのでメストレというベニス手前の町に泊まっています。こんな感じで、ホテルがたくさん立ち並んでます。電車で約10分でベネチア、ベニスまで到着することができます。もう見慣れた風景ですが、こんな感じでね、ベニスに向かって橋が伸びてってます。電車、車、バス、徒歩でも行けるのかな、自転車でも行けるんじゃないかなと思います。それにしても天気がいいですね。快晴。着きました。ベニスの駅です。めっちゃねプラットフォームが多いです。10何個20個くらいあるのかな。でちなみにムラーノはどこかっていうとベニスの離島に位置しています。でサンテアツかもしくは 4.2 ってやつが行ける。 4.2 だとちょっと時間かかるね。40分です。着きました、ベニスです。まあもう何回も到着しているのでそんなに新鮮さはありませんが、ここから、フェリーに乗ります。さすがに混んでますね。着きました、駅の正面、ここが駅の正面で、このシートところかな、ナンバー3っていうやつに乗ります。3番の列がめっちゃ並んでて、2、3回フェリーまたいてきなそうなんで、一旦 5.2 ってやつに乗って、その後 4.1 ってやつに乗り換えて行ってみます。いいタイミングで乗れました。乗り換えの駅に到着しました。めっちゃ車内が混んでます。で次の電車は別じゃない、次の船があれだと思いますが、多分並んでますね。これで今から乗り換えます。まあ混んでるけどさっきよりはマシなのかな。めちゃくちゃ混んでて20分ぐらい日陰の寒いところで待ってました。くそ寒いけど、やっとこのターンで乗れるかもしれない。一旦で乗れるね、人数が限られてるので、ね、かなり乗るのが大変です。そんなにムラーノ人気なんだね。10分に1本ぐらいかだけど結構大変ですね。さあまた次の電車が来ました。このターンで行けるかと思ったら行けず、5人で5人か10人乗って終わりましたね。厳しい。また次の船が来ました。もう1時間ぐらい待ってます。乗れんのか、多分乗れない。お、行けるか行けるか、めっちゃ押し合って行ってます。1時間ぐらい待って諦めました。朝から考えたら2時間待ち、全然無理。ああ、まあ朝早く行くか、行くとしたら朝早く行くか、夕方かけるか、タクシーを使う、最初からタクシーを使うか、駅の前でめっちゃ待って乗る、その3つぐらいかな。行くとしたら多分意外とタクシーもそんな高くない気がする。こっからここまで10分もかかんないと思うからタクシーだと安い気がする。とりあえずお腹空きすぎてやばいので、朝から何も食べず昼1時、
昼ご飯食べに行きます。しかも風が強くてね、この日陰で待ってるのはすげえ寒かったですね。で、こっち側にももう一軒あの船着き場があるんですよ。ここもめっちゃ並んでますね。これ12番だと思うけど、これもね、行けないと思うな。気を取り直して、スイーツ屋さんでピスタチオのクリームとシュークリームみたいなやつを買いました。とエスプレッソ、船には何時間待っても乗れないので、一旦ベニスの街をもう一回観光することにしました。ちょうどね、この行ってた時がイースターだったと思うんですよね、4月の。なので特別混んでたんじゃないかなと思います。ただ当時は多くの中国人観光客の方々ほぼほぼいなかったにもかかわらず、こんだけ混んでたからね、下手したら普段はもっと厳しいのかもしれません。スーツケースをこうやって運んでるらしいです。今から時計塔に登ります。時計タワー、クロックタワーっていうのかなに登ります。560人並んでます。一応ネットの予約もあるんですが、2、3個のサイト見たんですが、もうね、4月全部、今月全部待ってて、全然予約取れそうになかったです。なので予約する方は結構早めにしないといけないですね。10路のエントランスで、エレベーターで行きます。着きました。うわぁ。やばい。やば、全部オレンジ色の屋根だったんだ。オレンジじゃないな、なんだろう、褐色色の屋根です。あ、めっちゃ綺麗。ちゃんと時計台なんで金もついてます。触っちゃいけないって書いてありましたね。こっち側には教会が見えます。で、奥に見えるのが今日行けなかったムラーノっていう島ですね。ビール飲んだりゆっくりしたんですが、急遽もう夜7時になるところでムラーノ行きのフェリーを見つけて、行けんじゃねってことでちょっと今から行ってみようと思います。ただまたもや混んでるし、帰りはすごい大変そうだからどうなるか分かりませんが、とりあえず途中まで行ってみます。乗れんのかな、結局乗れなさそうな雰囲気あるけど、あ、でも結構降りてくるな。これは乗れるかもしれない。乗れそうだね。さすがにやっと乗れました。そしてフェリーの一番後ろをね陣取って、こんな感じでサンセットになりつつある太陽を眺めてました。いやー、それにしても乗ってるだけで楽しいですよね。もう何度も船には乗ってるけど、ほんと楽しい。ムラーノに到着しました。しかも心配してた帰りの列も全くない。うわ、普通に来れたってことね。ちょうどサンセット見えます。いいじゃん、これ夕方に来た方がいいかもね。実はただそもそも昼下がりか夕方に来た方が良いかもしれないですね、ムラーノ。で、実際に見るのは今一番南の島の南に到着して、この運河沿いに15分ぐらい歩けば多分ほぼほぼ見たいところは見れます。本来であれば多分この辺にガラスの陶器の有名なお店が並んでんだと思います。でも実際にはベニスの方でもね売ってるので見れなくはないです。店がほぼ全部閉まってますが、一軒だけここに行ってます。一応ここもメインの場所ですね。ちょうどサンセットが沈んでってます。いいタイミング。よし、戻りますか。めっちゃちっちゃかったな、ムラーノ。まあ陶芸というかガラスの陶器が好きな人であれば来た方がいいけど、じゃない場合はわざわざ来なくてもいいかもね。はい、という感じでね、村の辺いかがだったでしょうか。とにかく到着するのが大変で、
まあ、お店やってないっていうのはイースターの影響もあったのかもわかんないけど、まあまあまあ こんな時もあるよねっていうような旅の内容になってしまいました。もしね、この動画がいいと思ったらぜひいいねとコメントいただけると幸いです。という感じで、ベネチア旅行編、あと1回で終了となります。こんな感じかな。ではまた、ボンベッシュ、バイバイ。